対決サクサクセス98回目は浜の4番こと筒香嘉智と対決だ。まずは嬉しいニュースを先に一つ。この筒香、先日 MLB のア・リーグに所属するレイズと2年契約で合意が決まりました。いやーめでたいですね。と同時に驚きやね。こんな早い時期にそれも2年でメジャーの契約があるだなんて予想してなかったんでね。大半のプロ野球ファンは多分メジャー契約はないなと察していたんですけど、どうやらこっちが思ってる以上にメジャーでは評価されていた。だからこそこんな早い時期に2年で契約をもらえたと思うのでね、これで筒香の夢だったメジャーリーガーになることはできたわけなんですけども、ただなっただけで終わりじゃダメですからね。もちろん行く以上はやっぱり今後日本人メジャーリーガーが誕生しやすい環境というものを作る義務が筒香にはある。筒香が失敗に終わってしまったらまた今後野手が行きづらくなりますからね。なので気は早すぎますが、来年のメジャーリーガーとしての筒香の活躍に期待しましょうよ。そんな男と今回は対決するわけ。現在のパワープロでの能力はこんな感じ。もうパワーヒッターとしてシンプルな強さを兼ね備えてますね。弾道4、パワー A の81、ミートも D の56とまあ平均以上あって、それでいてパワーヒッターの特殊能力、固め打ちとか、選球眼持ちだから、ある程度のホームラン数はこの時点で約束されていると思うし、また OPS に関しても軽く平均は超えてくる。そういう能力なんですが、今回の対決方法はいつもとはまるっきり違います。シリーズ初の試みとなる44ホーマーレースという対決方法でやっていきます。この44本というのはかつて筒香がキャリアハイで残した2016年の本塁打数なんですよね。今回はその44本というホームランを同じペナントで筒香と僕の選手を回し続け、先に44本以上のホームランを打った選手の勝ち、打ってなかった選手の負けという明確な勝ち負けある対決方法でやっていく予定なのでね。ペナントで回す際の起用法は僕の選手を巨人の4番起用で、そして筒香を浜の4番起用で、同じペナントで回す予定なのでね、まあ、いつもとは違うが、だからこそ楽しくて面白くて、だからこそ負けられなくて、筒香以上に早く44本以上を記録できる選手を今回作っていきたいと思います。選手を作る際はシンプルにミート強化カード、パワー強化カード、これがないとねホームランは打てないと思いますので、この2枚でこれから選手を作っていこう。レッツ対決サクサクセス。ステージ1番、初期能力は、うわちょっと待て、弾道1からのスタートか。今回は44本以上打つ必要があるので、弾道は最低でも4、最高でも4が必要なんですよね。4がないと40本以上は打てんからね、どれだけミートパワー特殊能力があったとしても。なのにもかかわらず1からのスタートだと苦労することになるな。よっぽどパネル踏まないと弾道4にはできないからね。で、弾道パネルってそんなあるわけでもないからね。ちょっとこのスタートはあかん。それでいて体力もいきなりこういうことになって最悪でしかないですね。時刻からのスタート。さあこの時刻から這い上がり、筒香を超えることはできるのか注目してください。俺はできると思われば、今の環境だけ見てたらね。俺そんなポジティブな男じゃないから。無地パネルが青く輝き始めた。あ、いいですね。これで弾道パネル追加ですから。よしよしよし。まあ、こうやって増やしていくしかないわな。で、パワーパネルとかミートパネルもその他あるから。まあ、とはいえどステージ1なんで、もうこれはこれで終了しとこうかな。ほんで、弾道を一気に上げることができたね。これはやる気の絶好調の影響でしょうね。それもあってか。まあ、いいやん。結局ステージ1弾道3になれたんだからね。ただ体力を使いすぎたような気がするので、ステージ2は、あとまあちょっと待てよ、選手がいるから、選手は細川と梶谷、いや梶谷は会っておいた方がいいでしょう。ちょ、何してんすか、してんすか、チャンスしてくれたけど何しとるんすか。そ、回る必要なくない、普通にやってくれたらエンドちゃうの。お前だけに体力5くらい消化したけどね、元も子もないやん。体力温存するために他のパネルをね踏まずにお前に会って帰ろうとしてたのね、ゴールに向かおうとしてたのに。腹立つわ。で、横には弾道パネルがあるからね。よしよしよし。これで4。ただ、スタートラインに立ったってだけです。結局はパワー、ミートパネル、ミート能力、そこがないとね。あと特殊能力。ないものだらけなんでね。ああ、よかった。これでミート超人間でミート能力はアップだが、まだまだ。ああ、で、これ特化パネルを踏めば、全部パワーに変形させることも可能していこう。よーし。で、このステージ、左側にね、パワーパネルが固まってるので、全部踏んで、このステージだけでも B あたりにはしたいね。できるか ?C は到達。B はどうだ?体力も回復、いいっすね。で、ミートもアップ、いいっすね。
はい、B 到達。持ってたカード、なんでこのタイミングで落とすかな。まあだいぶ上げれてはいるからね。もう B の76ですから、順調にいけば S くらいいけるでしょうね。うん、今の時点でもう筒子とほぼほぼ同じ。まあでも筒子はパワーヒッター、その他特殊能力持ってるから、できれば俺もそれを持ちつついきたい。あ、マイライフのピーマンがいる。お前はパワーヒッター持ってるね。7年目の俺ですから、6年目は97本のホームランを打ってる選手ですからね。待てよ待てよ、目的のパワーヒッターを持ってる以上はお前に会いたい。どこ行くねんボケ、もう戻ってこいよ。まずはね、宝箱よりもこっちを優先しましょう。パワーヒッターをくれよくれよくれよ。何くれる？なんで代打丸やねん。それじゃねえよ、そうじゃのうて。もう違う、求めてないものばかりよこしやがって。うわ、体力も2しか回復しない。なんだよ2って。途端に回復量しぶりやがったな。でカレンもなんかやらしい位置に来るし、あーこれいける、カレンハメいける。おい、無事パネルが輝き始める。このステージはカレンをはめて、もう最終ステージ向かおうかな。宝箱はやっぱちょっと位置的に悪い位置なので、もう体力は温存して次に進みたい。最後でパワーミート。あー、全部はバカ上げしようと思ったら野球マン。位置によっちゃ会いに行こうとは思うが、どこだ。あ、横ですね。あ、違う。あ、横や横や、真横や。会えるよ。エース野球マンにやって。この野球マンパワー能力を上げてくれる。よし、パワーはもう筒子を超えた。ミート能力に関しても筒子並みかな。基本的な能力はもう筒子と似てるというか、ほぼほぼ同じ。それでいて体力超回復。うわー、こうなったらもう宝箱欲しくなってきたけど、もうしゃあねえわ。ここにいる以上は温存して最終ステージ向かって、そこで能力爆上げして、全てで筒子を超える。まず能力でね、成績でも超えるけどね、能力で超えないと。お、ちょっと待てよ、特化パネルがあるからな、目の前に。これを踏んで全部パワーにするのもよしやな。ミートも欲しいけどね。体力また回復、体力だけはあんねんで。守備能力はいらないのに、もうええわ。とりあえず、はい、これで全部パワーパネルにしましょう。で S の100いきましょう。でね、特化パネルはもう1個あるんだよね。それを踏んで次はミートを上げるという手順もあるわけですからね。まあいろんなやり方があるので、いろんなやり方で選手を強くしていこう。でどうしようかな、これこっちから行ってパワーは S の90に。邪魔者が降ってきた。鬱陶しい位置だね。ちょっと待てよ、これはもうまっすぐ行くわ。はい、ロックオン勘弁してくれ。もうこれは、はい、彼の方特攻ですね。で逃げられます。で吹っ飛ばされます。でも仕方がない、この状態だとやけどもそんなしないからね。そんなダメージ受けるわけでもないので。で体力はある程度あるところからのスタートだったから、一回吹っ飛ばされたとしてもゴールには迎えるような、ハテナパネルで余計なことが起こらなければね。持ってたカード落とす。うん、まあまあ別にええよ。体力回復、それどころか上がるんだからね。でこれはロペスかな。エース、なんで守備やねん、うまい選手やけどね。ほんであと2つのパワーパネルが近くにあるので、これを踏めばエースの100マックス到達。うん、この時点で40どころか50いけるんちゃうかな。で特化パネル、あーそこにあって、どうだろうか、間に合えば全部ミートにすることも。あーでも無理やね、位置的に厳しいわ。だからこのステージというのはちょっと一回シャッフル踏んでみよう。一回シャッフル踏んで、まあもう無理やな、できることなんて何もないですから。選手も近くに来てるわけじゃない。あ、どうだ、こっち来てくれるか。小笠原道博、もしかしたら威圧感くれるかもしれんぞ。あれ俺が作った選手だ、再現選手。どうだどうだ、くれるか、ガッツ。あー違う、基本部分だ。もうその基本部分もまたミート能力を上げてくれたら助かったのね。それじゃないのかい。もう十分ですね、この能力。40本打つための必要なパワー弾道を手に入れてます。ミートはできればもっと欲しかったし、特殊能力も欲しかったのは本音だが、能力の時点で筒子以上のパワーヒッターということが言える。だから終えるんです。対決方法のおさらいをしていきます。今回は44ホーマーレースと題して、同じペナントで回して先に44本以上のホームランを記録した選手の勝ち、でできなかった選手の負けという明確な勝ち負けがあるからね。またペナントで回す際、僕の選手を巨人の打順4番のレフト起用で、このオーダーになります。対戦相手の筒子は横浜の打順4番のレフト起用ですね。起用法は同じ。ただ上下の、バッターの違いもあるので、巨人と横浜ではどうだろうな。巨人の方が打線としては強くつながりもある分、打席数では僕の選手の方が多くなり、どっちかといえば僕の方が有利なペナントということにはなるとは思うんですが、まあ、44本というホームラン、ちょっとした打席数で大きく変わるわけじゃないと思います。結局は自身の力なくしては打てない
ない記録だと思うので、まあ、今回どっちが先にかつて筒香がキャリアハイで残した44本のホームランを打つことができるのか、そこに注目して見てくださると嬉しいです。じゃあまずは1回目シーズン開幕試合。1回目シーズン終了です。成績の確認は今回セリーグの野手ランキングから一気に確認する予定なのでね、いきなり44本塁打以上をどちらかが記録し、対決の勝敗がついたのかどうか確認していくとオープン。こちら打率順で並んでいて、お、ちょっと待て、いやでも待て、筒香の名前があったことに驚きなんですが、ただ120試合しか出場してないということを考えれば、おそらく積み上げ系の記録はそこまででもないと思うから44本はないんじゃないかな。打率の違いはでも大きく出たね。筒香がリーグ2番目の3割2分9厘で、僕の選手が2割8分9厘。まあ、率の選手じゃないからね、どちらも。このような打率でいいと思うんですけども、ただ打率の違いは出た。ただ僕の選手は143試合出ているからね。まずは打率がね、上だった筒香の本塁打数から見ていくと、何本？うわー、でも37本。やっぱりこれね、120試合という出場数が、筒香のその44本を打てなかったことにつながったんですよね。もしもそれ以上出てたら、これ言ってますわ。本塁打率的には、12.3 ですからね、やっぱ機会があれば確実にいってると思いますよ、44ならばね。ただ現実問題ね、120試合しか出れず、その中で37本しか打てなかった。いや、37本も打ってきたんですけども、ただ44本以上じゃない限り今回の対決ではどうでもいいものなのでね、筒香はまずは記録できず、続けて僕の選手で見ていくと、143試合に出場し2割8分9厘で本塁打は、42、惜しいな。あと2本記録しておけばこの対決は俺の勝ちだったんだけど、あと2本足りなかった以上は同じです。結局今回はどちらの選手もまず1回目シーズンで44本以上を記録することができなかったので、勝ち負けつかずに2回目シーズン。さあ2回目シーズンで決着つくのか。成績オープン。打率、うわー、おーおー、これ待てよ、筒香の打率が3割4分、キャリアハイやろこれ。でどしたら鈴木誠也さん3割8分2厘、試合数が少ないこともあるんだろうけど、やばいですね。高い打率を残してる、お前じゃのうて今回。うん、ほんで筒香さんね、142試合出場した上の3割4分だからね。お前これ44どころじゃねえんじゃねえか、50いっとるんちゃうか。いや、そんな感じしてますけどね。ちょっとやばいですね、打率を見る限り、試合数を見る限り。対決は黄色信号になりました。いや、もうなんかレッド赤ですよ、もはや。僕の選手の打率もさっきよりは上がってる、2割9分9厘。これ同時の場合はちょっと考えてなかったんですけど、どうしようかな。もしも同時で44本を達成した場合は、もうそこの個人成績だわな。結局そこで決めていきたいと思いますわ。まず僕の選手から見ていきましょう。143試合にフル出場で2割9分9厘で、で、ホームランは何本？ 53 本！はっはー！ま、驚きねえわ。それだけ打てる力がある、能力があるんだからね。44を飛び越えたね。53本、えげつないことになってる。さあ、これで筒香ですよ。結局そこですからね。まあ、トータルの成績の確認は後でしたいと思いますわ。筒香もまた44本以上を記録しているのであれば、トータルな成績で勝敗を決めるということになるんだが、見ていくと142試合。まあ、怪我して1試合は出れてないですが、ただ1試合の欠場だけで、その中3割4分で、打率は高く、そしてホームランで見ていくと何本？ 37 本ということで、筒香は37、対して俺は53本。対決の勝敗決まりました。予想外すぎる決着ですね。俺はてっきり負けたと思ったよ、最初。あの試合数と打率を見たときね。あ、負けた。はい、負けた。負けた。温度を踊ってたリドルピーマンが心の中にいたんです。ただ結果俺の勝ち、なんでだ？さっきあの試合数に対して37本だったんですけど、今回は142試合に出場して3割4分という打率を残してるんですが、また37本というね。試合数も増え、打率
が上がったのであれば本来ホームランは増えて44は到達してるはず、ペース的にはね、さっきのペースを考えれば。もう現実問題は37、そこで収束してるんだね今の筒香は。これがねパブロ2016の時の能力だと多分これ50いってますわ。場合によっちゃ俺の本塁打数を超えて60いってたと思う。ただ今の筒香の能力を考えたら打率とかの変動はあってもホームランは37で収束するような能力になってるから、だからこういう感じなんだよね。今回戦った筒香に関しては動画の冒頭で言った通り、もうメジャーリーガーになることが決定しましたので、来年パワープロが発売されるかどうかまだ決定はしてないですが、発売されるのであれば横浜の筒香ではなくて、メジャーリーガー筒香として収録されるわけなのでね、まあそうなったらまたこのシリーズでも対決したいと思うし、まだ今作で対決する機会はこの先あるかもしれませんので、まあ、こういう形での勝利になりましたが、次回対決する機会があればまた勝てるように頑張りたいと思いますわ。今回ここまでご視聴いただきありがとうございました。グググググバイマターボー。